バクーバクーはアゼルバイジャン共和国の首都カスピ海西岸に突き出したアブシェロン半島南岸に位置し、市街はバクー湾に面するように広がった港町である。行政的には11の行政区、48の町区に分割されており、2005年時点の総人口は204万5815人。アゼルバイジャン最大の都市であると同時に、 南カフカース地域でも有数の大都市である。大規模な油田、爆油油田を持ち、帝政ロシア時代から石油の生産地として発展してきた。日本語名の爆音は、キリル文字綴りによるロシア語綴りアゼルバイジャン語、アゼリー語級綴りに基づくが、アゼルバイジャン語の発音では、母音の前で子音系が南音とかするため刀表記するならば、 バキュに近く、現在アゼルバイジャンで使われている、アゼルバイジャン語のラテン文字聖書法では、バックと綴る。バクーという名前の由来には、諸説あるが、最も一般的なものは、ペルシャ語で、風が吹きつけたという意味のバドクーベ、バードクーベから来ているとする説が、一般的である。気候は、晴天が多く、乾燥している。寒気と暖気がぶつかることで起きる強風が時折、 吹き付け、戦術した語源の根拠となっている。海岸は美しく、市街近郊には温泉や高泉がある。市街の中心はその南西部にあり、イチェリシェヘルすなわち、内情と呼ばれる城壁に囲まれた旧市街と、帝政ロシア時代にその周囲に築かれた新市街とに分かれる。その周囲、北から東にかけての平地から、丘陵の斜面一帯に、 ソビエト連邦時代に作られた市街が広がっている。近年は豊富なオイルマネーをもとに、近未来的な巨大建築物が出現し、第2のドバイ、第2のシンガポールとも呼ばれている。クウの地に定住者が存在した痕跡は紀元前の頃のものが発見されているが、都市としての幕府は5世紀頃に建設されたと考えられている。都市クウに関する最古の記録は、 885年のものであり、その多くはペルシアによるものである。また、油田の存在は8世紀には知られており、10世紀のアラビア人旅行者も、バクウの豊富な石油にいている。バクウは、12世紀にこの地方の中心であった内陸部の都市、シェマハが地震により破壊されてから都市としての重要性を増し、シルバンシャー町の首都となり、港湾都市として栄えた。 1501年のサファビー朝のイスマー・イール一世の攻撃以来、度重なるイランの小王朝の攻撃を受け、1604年のアッパース一世の軍勢によって城も破壊された。イラン支配の後は、ロシアの侵攻を受ける。1723年、ついにク破は、ロシアの包囲の前に降伏する。ロシアがザカフカジへ膨張することに脅威を感じた。アーガー・モハンマドシャーも、 1795年に、バクウに侵攻して、反撃、帝政ロシアとガージャール朝の拡築が繰り返される。翌1796年、エカジェリーナ2世の命を受けたロシア軍が侵攻、バクウに駐屯地を設ける。パーベル1世の治世になると、ロシア軍は撤収するが、アレクサンドル1世は、バクウに強い関心を示し再度侵攻。最終的に1813年のゴレスターン。 条約で、バクーやザカフカスは、ロシア帝国に併合された。バクーで大掛かりに油性が屈削されたのは1846年で、ある。1872年に、ロシアが石油産業の国家独占を廃止し、油性を売却すると、ロスチャイルド家など、欧米諸国から石油資本が流入して、急速に発展遂げ、未だ、 ペルシア湾の油田が開発されていなかった20世紀、初頭の帝政末期には世界の石油生産の過半を占めるほどであった。この時代の幕府は石油産業から近代的工業都市へと発展を遂げ、ロシア人の実業家、流入してきたアゼリー人、アゼルバイジャン人やアルメニア人の様々な経済、政治、文化活動の中心となった。南方から イスラーム教徒の労働者が溢れ国際都市となった。アルフレッド・ノーベルは、二人の兄と1878年に、を設立して、油田開発、ナフサ生成、輸送などを受け持って、巨万の富を築いた。10月革命後、バクウは、ステパン・シャウミアンが主導する、バクウコミューンの支配下となり、アルメニア革命連盟とヒンメトの支援を受けた、ボリシェビキは、 多くのアゼリージニアイスラム教徒を処刑した。1918年、誕生したばかりのザカフカース民主連邦共和国は、早々に分裂、ギャンジャで独立を宣言したアゼルバイジャン、民主共和国勢力が、オスマン帝国の支援を受け、バクーに侵攻した。侵駐していたイギリス軍やボリシェビキらは駆逐され、バクーはアゼルバイジャン民主共和国の首都となる。この過程で、 1918年3月31日の衝突で数千人のアルメニア人が報復で殺された。この日はアゼルバイジャンで虐殺記念日とされている。1920年、赤軍が幕府に侵駐、ここを首都とするアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国が成立した。独祖戦では1942年、幕府の油田地帯の占領を狙って、 ナチスドイツ軍が進し指きが、スターリングラードの戦いに重点を置いた、数軸軍の敗北により頓挫した。ソ連時代は、核実験が、バクー近辺で行われており、周辺への住民の健康被害が懸念されたことがある。バクー近辺の核実験が正式に終了したのは、ソ連崩壊後で、アゼルバイジャンは独立後非核化を実現した。しかし、 MRBM 保有の噂は絶えない。ソ連邦崩壊後、アゼルバイジャン領のナゴルノカラバフ自治州において、アルメニアへの帰属を求める。アルメニア人の民族運動が活発化すると、他民族と芝生も民族紛争に巻き込まれ、多くのアルメニア人がアルメニアへと移住する一方、バクウには新たに多くのアゼルバイジャン人難民が流入してきた。2000年、バクウの内情は、 とともに世界遺産に登録された城壁都市、爆ー。しかし2000年11月25日の爆用地震で危機にさらされている世界遺産リストに2003年に登録された。しかし2009年に改善、復旧が認められ危機遺産リストから脱した。ソ連時代はアルメニア人、ロシア人、ユダヤ人が多く居住する多民族都市であったが、 シナゴーグは破壊され尽くされた。独立後、主にヘイダル・アリエフ政権下でシナゴーグの再建が進んだ。今日のバクル氏は人口の90%をアゼルバイジャン人が占めている。宗教的には人口の94%がイスラム教を信仰している。キリスト教徒は4%でロシア正教会、グルジア正教会、モロカン派などの信者である。 ユダヤ人コミュニティは小さいものがいくつか残り、ユダヤ教の信者はごく少数である。バクウでの石油の採取は、紀元前より行われ、革袋に詰められラクダでイランやイラクに運ばれたという。その石油は、投下用あるいは建物や船のモルタルに、あるいはミイラの防腐剤として使われた。はじめは地表への湧出油を採取していたが、旧世紀には手彫りの糸が掘られ、 16世紀には石油産業の様相を呈した。1683年にスウェーデン国王の命を受けたドイツ人イシュケンペルが訪れ欧州人として初めて爆雨油源を調査した。1798年にビビヘイバットワンで世界初の海上生産が試みられたという。19世紀半ばに米国で近代化された石油産業は爆油にも 製油技術をもたらし、この地を訪れたが着目、アルフレッドと共にを設立。これより遅れて、ロスチャイルドも爆雨に参入した。1888年には、爆雨原油がスウェズ運河を経由して、日本に輸入された。1898年には、爆雨に2 3 0トルのパイプラインが敷かれていた。1九百一年の時点では三千本以上の石油井戸があり、 年間1100万トンが生産され、米国を抜いて、世界の石油産出量の半分をバクウが占め、ブラックゴールドキャピタルとして世界に知られていた。1920年に、ボルシェビキが全ての石油資産を摂取し、1941年には、ソ連の全石油生産の72%を占めていた。1925年に、バクーからバツウミ、 グルジアまでのパイプラインが完成。1911年から使用開始したロータリー式掘削がこの頃には主流となった。1941年にソ連で最新の井戸が掘られ、3200メートルに達した。20世紀末になると陸上にある油田のほとんどが枯渇し、アプシェロン半島の先にあるカスピ海海底の産油田 ACG 油田から生産されている。 現在でも世界有数の石油産出地であり、バクーの経済も石油を中心として成り立っている。カスピ海バクー沖のアゼリ、チラグ、グナシェリ油田、ACG 油田の原油を地中海から輸出するための原油パイプライン。名前は、パイプラインの支店、通過点、終点であるバクー、トビリシ、グルジア州とジェーハン、トルコの積み出し港の頭文字。 全長 1768km、輸送能力に治療100万バレルで、2005年に完成、通り油開始し、2006年に J 班から積み出し開始。英国 BP、アゼルバイジャン国営石油、シェブロン、スタトイル、エニ、トタル、伊藤中、インペックス、この子フィリップス、トルコ等日本企業も事業に参加。2008年に、 日量約85万バレルを輸送していたが、8月5日夜、トルコ北東部でクルド人勢力の反抗とみられる爆発があり、そう予停し、8月末に再開した。2010年代後半に石油価格下落傾向が続く中、バクーは中東の産油国と同様に観光、交通、ビジネスセンターといった多角事業化を目指している。歴史的な街並みと、 近未来的な新建築を融合させるホワイトシティ計画が進行し、カスピ海上3000ヘクタールの巨大水上都市、カザールアイランドや高さ世界一1050メートルになる予定の超高層ビル、アゼルバイジャンタワーなどのプロジェクトが進んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。